たか、ついに。来たぞ。おっ、そんなふうに解かれた。なんかめっちゃ言われてね、なんか。バネ覚醒する。くれ、やっと出たよ。おっ、やるとするのか、殿下か。何おかしいね。でかい野望が。洋館深いと見える。うるせえよ、まったく。聞きたいものだ。お前の一生あれだな。成果を教えてあげるわ。あんた私を怒らせたね。一時ムカつくわ。ああそうだな。そうだ、陰謀だと。夢をこがして、あ、セオの公式なし決定だ。え、行儀が悪すぎたのでな。正式の会議開いて。ああ、なぬ、自業自得というわけだな。まさかの。とにかくあんたは許さないわ。出た、地獄巡り。地獄巡り、叩き潰してやる。お、おお、どういう系なのこれ。ま、うん、殴り効かねえぞこれ。あ、なるほど。これあれまだ使えないの。あ、使えないっぽいな。風で行ってみっか、ちょっとこれ。お、ほら、もしや、もしやなんだが、そうはいかなかったが、まあさすがにそこまでいかれた。まあしかしながら3発あるからな。あ、飛び蹴りの効くじゃん。お、なんだおらい、この謎の殴り合いは。俺割と好きだらけだ。おお、しかも火薬よこせ、よこしやがれ。やめて、このお方は。新しいの剣あったか。許さんはいい、回復だ。じゃあ曲を堪能していくか。曲を堪能していくって余裕があるのかな。まあそれかも、それはもうおのおの適当にかがじりちょっと聞いてもらうか。ちょっと俺もそうするかもしれない。倒すか、飛び蹴りよ。倒した。めっちゃなんかプルプルいってる。プルプル終わりじゃねえお前。破るわけにはいかん。知るか、よし、ぶとせ。締めの穴は知らないけど、私を怒らせたら勝ち目かけらもない。ボボボよ。すげえ、めった打ちだ。私は何だろう。赤滅びた。その仮面がちょっと怪しいな。やられてしまったのか。おげなさい。情けないですね。まあ置いててもいいんじゃない。くっ、クリア。なんだかの優しいな。そんな簡単に行くもんなのか。なんかもういなんかありそうな気がするけど、なんか何かしらの。おお、すげえ、これがあれか。へえ、トライフォースみたいな。なんかな、長い道のりだったわ。
どうなんだろうな。お誰だ。なんか変なじいさんが来たな。もうじじいもっこが来たぞ。もっこじいだな。なるほど、噂のバレン。これこれしかお前が何なんだお前は。メンヘラジジイミホント。こいつがバレン。なるほど。願望も希望も野望も欲望も見通している。そうか。くだらぬ。彼カトのような本当だよ。お突き抜けた。じゃあその横のあれだな、怪しいのはラボスコア的なあれか。ちょっとあっちによこしなさいよ。その必要はない。うわ、それなんか俺って言うんじゃないだろう、まさか。あ、いや、こっちか。どちら。いや、ちょっとまずいぞ、これは。おー、やっぱそういうパターンか。そっちか。サイレント時が来た。なるほど。うわ、やりやがったな。大いなる情報で再生を行うとしよう。また出たよ、そのなんか軽くネオエクスレス理論的な、ちょっとそういうなんていうの価値もない完全消滅、とんでもない話になってきたな。なんへえ、存在そのまま険悪らしい。滅せよ。おお、なんかすごいの出てきたな。なんかジンオク巡りさせてやるわ。そうだ、これが私のジンオク巡りだ。あ、ラスボスっぽいな。何？よし、ぶっ倒す。まずぶっ倒す。うわぁ、ほら、この野郎。なんかあれだな。おいで。お前、はめ続けたから。よし。さあ、お前の番だ。うらぁ、この野郎。動いた。おお、宇宙の細か乱れだ。またね、また出てきたぞ。これな、なんかありそうだな。とりあえずこれで出す。よし。おお、なんだ、いい加減しなさいよ。ペッチ。よし。お、あー、なるほど。なに、そういう地味な感じでやってくるね。こいつ一回が倒して、こいつもなんか当たった。あ、じゃあ一応いけるわけのか。じゃあこいつがまあ邪魔して、まあそれを、あ、なるほど。じゃあ別にまああれか、一回が倒すじゃないのか。ほれ、まあ飛び蹴り、すべて飛び蹴りなの。じゃあ別にあれじゃん。この、あー、ちょっといつもかすげえ食らってる。あれが欲しいな、ちょっと。おお、それなんか、おお、なんということ、なんということ。よし、はい、とりあえず邪魔者、まあ、押しても必要全くないでしょ。ああ、それなんか、それ足踏みが食らう。
やめて。おい、それはやめろ、お前。マギラ城でやりまして。まずお前倒す。で、割とすぐ復活するからな。お、それいいよな、そう、なんかなんか自由に。起きやがった、お前。おお、うちの細が乱れていく。また復活した。まあ、とりあえず、まあ、その対角線上っていうか、あの、多少動くか。よかった。まあ、待っててもいいんじゃん、もちろん。まあ、待っててもいいかもね。別になんか奥行きするんじゃん。で、またあっち行くんじゃん。で、こっち来るんじゃん。で、こっち行ったか。ほら。あ、回復した。回復したね。何が起きた。うわ、これめっちゃ食らうな。やっぱ鬱陶しいな、ちょっと。どうか行きなさい。よし。で、回復込めるんですよ。ほら。2発入んないか。これちょっと街でもいいかな。街でちょっと。で、宇宙の法則が乱れ。こっちか。これ。足も見えてほしいね。あいつ結構強いんだよ。これ。まあ、うまくそこ臨機応変に対応できればいいのか。それを求められるのか。まさにミントラ、ミントらしいやつ。ミントは結構臨機応変に対応できるから。いろんなこと。俺はマルチタスクが苦手だから、ちょっと。それ食らうのよね。それ倒すか、ちょっと。やっぱ鬱陶しいな。こっち来るか。来るんだったら、よし、倒す。ひどい。それはちょっと勘弁してほしいな。こっち来い。やめて。まだか。いや、結構、まあ、半分か、これで。回復無せ。ちょっと、あなた、いい加減。いつ倒れるのか。こんな、お、なんかしぶといな。あ、回復。よし。さあ、助かる。もう今のうちだよな。よし。あ、なんか速くなってる、速くなってる。で、来ると。これちょっとはめて。そう、来た。うーわ。はめる。寝て倒す。そっちか。それは勘弁してほしいな。これそっち行ったか。うーん、こっち行けないか。で、またあいつが来るでしょ。これもうダメージ与えといて倒れろ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 。いや、しぶとくなってんな、やたら。こんだけ。うーわ、しかもそれ、それはまずい。それはまずいぞ。おお、まずいまずいまずい。だいぶまずい、それは。いや、多分ぼちぼちゲームだ。やっとだいぶ削れてきたな。鬱陶しいな。とりあえずここで待って。あー、ちょっとさあ、待たれた。まあ、攻撃しながら待つってのがまあ一番手取り早いですけど、これはちょっと届かないんじゃないか。取れたか。うわー、おいった。意外にいった。どうだこれ。ざとこんなもん飛び蹴りできるな、ほぼ。あー、かもね。まだ来んの。タームの終わりだ。これは。お。帰りやがれ。もう一つの魂。あ、この人があれかもしれん。クリアさん。
大ピンチみたいね。こしゃくな。受けてみよう。なんということ。何？いいとこできたな。危ないところでしたわね、お姉様。危険人物がいたの手に入れたな、世界の切り出すもの。お、これ京都パターン組んだかもしかして。あんたと力合わせるわ。同じ考えよ。最初で最後かもしれませんが、うまくやればいいよ。覚悟しなさい。何？それはちょっとあれなんじゃないか。ちょっとデュープリズムと戦うのか。言うもするともになるんです。めちゃめちゃやばい。そうだね、悪魔の光。なるほど。ブルファンゴの曲じゃねえか。結構気が合うじゃない。意外と強いものがこれじゃない。おお。暴走現象ですわ。まだちょっと熱い点がなってきたな。コツをつけて、うわ、やっぱこれ俺にやるんだろうな、きっとな。軽量つけてやるわ。私の力で、私どもの力で、ボコボコですわ、ボコボコ。おお、まがまがしいのが出てきた。あいつどこ行った？おい、いねえぞ。仲間どこ行ったんだ？おお、なんだこいつ。お前、え、ちょっと使えんじゃねえか、そんな、なんかコスモスやらば。これ関係ない。そうか、関係ないか。何そのあれは。こんな連れてかれた。いてえ、やりたい放題なのこいつ。なんだこれは。どのように攻めればいいんだこれ。おピーチクパチクやめろお前。おいお前、やりたい、やりたいだろこいつ。今気づいた。やべ、俺全然気づかなかった。なんということ。コスモス、これか。これでやると、これで合ってるのか。おっ、なるほど。さあもう一回見よう。バリアで発射。これバリア。おお、バリア発射。ほんの野郎で、ここはバリア、今のところはバリアだ。当たってなくね。
まあ、さっきよりはなんかあれだな。こうが。おお。やめて。ダメージが入んないんだ。そうね、まだ。ちょっと、それやめて。なんかあんのか。おお。なんかその攻撃が多分入る状態の時があるんじゃねえかと思うんだが。なんかこれ今のが怪しくないっつったら、ああもうなくなってんじゃん。冷え。あ、攻撃が入ってんな。なるほど、攻撃が入ってるがダメージは食らってないと。やられた。なんかその吸収みたいな、間違えてみるか。これが、あ、なるほど、でもそういうことか。吸収してあれか。あ、じゃああれがチャンスなんだな。じゃああとはもうひたすら、まあこういうやつも多分いけるんだろうけど、そうあれね、まあ飛び道具系的なあれか。おい、連れていかれた。多分この状態やってもしょうがないんだな。本当に逃げろと。まあ空中がチャンスなんだな。いて、俺に近づくんじゃねえ。お、しかもなんか割とあれだな、なんかいろいろくれるじゃないですか。ちょっとそれをよこしなさいよ。あんたそれをよこしなさいよって言ってるでしょ。私はお前は空飛んでればいいんだ。そう、空飛んでればいいんだ。よし来いよ。でここで、でカウンターと。なるほど、こうやって倒せばいいんだな。うーい、回復だ。やめ、これ目丸からやめてくれ。おー、しかもなんかこれはマヤのあれか、あれかもしれん。冷え、多分それ以外なさそうな気がする。お、また来た、また来たぞ。まさか最後の最後でなんつうのあれに気づくなんて。俺はちょっとなんかあれショッキングあれだったの、もうショッキングすぎだな。あの魔法のあれに気づくなんて。お、来たぞ。まあそういうもんかもしれない。気づきってのは、なんつうの、そういうもんなんだ。俺、よし、あと2発か。よこしなさいよ。こういう時はなんかできないのかな、攻撃。うわ、自分ぐるぐる回ってスタートだな。ぐるぐる、お、来たぞ。よし、これ大義だ。ほら、これがチャンス。あと一発、あと一発ぐらい飛び切れ決めたけど。出たよ、この俺の嫌いなこの攻撃。やめて、やめろと言ってるでしょあなたは。よし、終わりだ。おっ、こんな野郎やりやがったな。ジャンプするときなんかあれだね。お前急にこぞとばかりのあれだな、なんかやってきやがったな。その謎の謎戦法、危ねえ。おお、来るぞ。さあ、これがファイナルあれだ。帰れ。終わったか、おのれ。やったわ。ぶっ壊れそうじゃねえ、デュープリズム。どうなった。ないんじゃないの。
あれ、あいつはどこ行った？リブリスはない。消えた。悲しいよ、私は。魔の手からも救われたようですわね。悲しいな。納得できないわ。諦めの悪い人ですわ。お、この子崩れんのか。雪、床の隙間をしたか。ええ、あ、なんということだ。まだまだ甘いわね。これからどうするどうするの一体。自分たちに戻んの？俺に任せな。おお、よく来たね。箱根ちょうだい。頼りになるな。それが物語の約束だ。そうだな。どうした？なんでもないわ。なんでもない。取り憑かれたんじゃないのですか。おお、まずいだろこれは。あれか、あいつの早く。そうだ、どうしよう。力尽きたか。すごい疲れただけか。それはちょっとまずいんじゃない。ちょっとその子が信じるぜ。あー、やばそうだな。何やってんだよ。ほったらかして逃げろ逃げろ。魔物か。すごいタイミングで出来上がったな。また出来上がるのか。往復みたいな。これまでのようだね。マジでか。あと10分、5分。どうするんだ。
ドラゴン来てくれればいいんだけどな。ボロボロじゃないか。飛び切り。おお。それは激しいな。無茶するなったわね。